どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回は、ランハの深掘り会ということで、未課金キャラでどこまで活躍できるのか話をしていきたいと思います。ランハに関しては、超撃破アタッカーということで、調和主人公を活用すれば扱いやすい部類のアタッカーにはなっていますよね。しかも、会心率ダメなしで高いダメージを出せるキャラとなっていますので、今から始める方や、衝撃波に興味がなかった人でも、ランハを使ってみたいという方はいるのではないかと思います。そこで今回は、ランハとイカキンキャラで編成を組んだ際に、どれくらい活躍できるのかをまとめていきたいと思います。それではやっていきましょう。それでは早速ですが、イカキンキャラとの相性の結論から話していきたいと思います。一通り試してみてという感じですね。で、こちらに関してなんですが、今回の編成メンバーとしては、ランハ、調和主人公、ブローニャ、ギャラガー、フェラ、こちらを採用しての編成となります。今回、主人公なしの編成も試していますので、そちらの感想も合わせて、まず結論から話していきたいと思います。まず一つ目、こちらの編成に関しては、クリアできなくはないが、かなり厳しいというところが感想ですね。星4キャラやイカキンキャラで編成を試した時なんですが、衝撃波の発動頻度などによってはかなり扱いが難しいところがあったなと思います。この衝撃波の発動が本当大事でしたね。で、特に弱点付与ができない分、ランハの必殺技の回転率がかなり重要になりますので、調和キャラの選び方がかなり重要かなと思いました。調和主人公を入れれば特に問題はないかなっていうところなんですが、行動順を上げる上ではブローニャが必須級に欲しいなっていうところでした。また、火力面に関してですが、調和主人公とブローニャを入れてしまうと、あとは豊穣キャラを入れるしかないので、デバフ面でもちょっと物足りないというところがありましたね。なかなかバランスを取るのが難しいなというふうに感じました。続いて二つ目。ブローニャで回転率は最低限欲しいというところです。イカキンキャラと合わせる際は、ランハの必殺技が一番重要となります。これがダメージ減と言ってもいいですね。なので、ブローニャを必ず入れておきたいというのがありました。これにより、ランハの行動回数が増え、必殺技も積極的に使用ができるっていうのがありますね。効率がめちゃくちゃ上がります。ランハの速度って遅くなりがちっていうところがありますので、無理やり引き上げて弱点撃破中の敵に追い打ちをかけるっていうのが良かったです。このあたりはチャージの獲得とかのバランスがあるので考えようかなっていうところはありますが、扱い方としてはとても楽かなっていうところでした。ただ、こちらに関しては、ブローニャの会心ダメを活かせないとかありますので、その点はもったいないなっていうところがあります。場合によっては、ビルドの考え方も出てくるかもしれないですね。ですが、今回は、超撃波の視点で話していきたいと思います。それでは続いて3つ目。回復に関してですが、ギャラガーの凸で変化するっていうところです。今回、ギャラガーに関しては、貫凸のギャラガーを使用してます。ですが、ギャラガーは凸によって、回復の仕様が大きく変わってきます。まず、二凸ですが、デバフ解除ができるようになりますね。これは大きいところかと思います。続いて重要なのが、四凸の酩酊プラス1ターンですね。これが地味に大事ですね。まず、この編成メンバーの時なんですが、FP の消費っていうのはかなり高いです。調和主人公にルアンのモチーフを持たせていれば、まだ楽にはなるかなっていうところはありますが、それを持っていない場合はかなり辛いかなと思います。なるべく回復だったりとか SP を節約するっていうところでは、この酩酊1ターンがあるかどうかでかなり落差が変わるなっていうところでしたね。なので、凸状況によっては回復面でかなり苦労するところがあるのかなと思います。以上で、イカキンキャラで試した感想というか結論になります。まあ、裏庭12をやってみたんですが、主人公がいた場合は5ラウンドでクリアが可能となってました。調和主人公がいない場合は10ラウンドっていうところなので、なかなか調和撃破の依存が強いキャラかなと思ってます。まあでも、最終が5ラウンドクリアってことを考えると、まあ普通くらいの扱いやすさにはなるのかなっていうところですね。ただ、凸やキャラ選びが重要になるところがありますので、意外と扱いが難しい一面があるっていうところです。中和主人公なしだと効率は半減するぐらいの勢いになりますので、編成は一番大事っていうところですね。なので、ここからキャラを揃えていくっていうのがいいかなと思います。今から始める方は、特にランハを引いたとしても、衝撃波キャラを揃えるつもりで扱っていった方がいいのかなっていうところです。それでは先に結論を話していきましたが、その他の細かい要素について話していきたいと思います。特に重要となる主人公ありなしの場合ですね、こちらについて話していきたいと思います。まずは主人公ありの場合というところで話をしていきたいと思います。まあ、主人公がいた場合に関してはめちゃくちゃ楽になったなっていうところですね。では要素を3つにまとめています。まず1つ目、ランハの火力が最低限発揮できるようになるっていうところです。これ一番大きいとこですね。調和主人公がいるかいないかで全然変わってきます。
まずこちらに関してですが、衝撃波の転換が可能になるため、乱波の火力を伸ばすことができます。単純に衝撃波発動の回数が増えますので、火力に大きな差が出てきます。しかも主人公の衝撃波に関しては作陣地を活用しますので、乱波と相性がいいんですよね。なので火力は大きく変わってきます。続いて2つ目。撃破特攻の数値を伸ばして火力がアップしやすいというところです。調和主人公がいた場合なんですが、必殺技による撃破特攻アップと4突の効果、こちらが非常に便利になってます。撃破特攻の数値が上がるんですよね。さらに、調和主人公に唯一の時計屋を装備させていれば、必殺技発動時により効果を上げてくれます。これによって、乱波の超撃破の火力をサポートできるようになるんですよね。撃破バフについては盛りづらい要素というところがありますので、主人公がいるだけでかなり増えやすいかなというところになります。続いて3つ目、サブアタッカーとしての火力の補助もできるというところです。バフの恩恵も大きかったですが、これも大きな要素になっていましたね。調和主人公も EP 回復のためにスキルを多用するため、サブアタッカーとしても貢献がしやすかったです。場面によっては主人公の方が火力が出やすいというのがありますからね。これが地味にチームのダメージ貢献となりますので、重要な行動になります。特に、裏庭など、ターンが重要になる戦闘においては短縮になりますので、ダメージが出せるキャラとしては重宝するってとこです。これに関しては、撃破中の倒しやすさが全然変わるので、戦闘において効率がぐんと上がりましたね。では、主人公がいた場合っていうところのまとめですが、主人公の装備や突効果、さらにスキルによって火力補助だけでなく、サブ要因として活躍することができます。これが本当に便利なところですね。主人公に関しては単純にチームに貢献してくれるので、最低限入れておきたいメンバーというところになりますね。いるいないでは本当違うので、後ほど話した時に差がわかるかなと思います。また高難度をクリアするってなった場合は、明らかに火力の変化がわかるほど違いますので、調和主人公に関しては必ず入れるようにしておきましょう。それでは調和主人公なしの場合で話をしていきたいと思います。イカキン編成をしている場合はこちらの方もいるかなと思います。主人公なしの場合どうなったのか、3つのポイントで話していきたいと思います。まず1つ目、チャージを生かさないと火力が出ないというところです。調和主人公なしの場合、これが一番難しかったところですね。乱波自身の衝撃波の発動や撃破ダメージを有効活用しないといけないため、チャージがかなり大事になってきます。チャージの倍率がプラス 50% とかありますので、めちゃくちゃ大事なんですよね。なので溜めないとかなり火力が下がるっていうことがありますので、このあたりは気をつけてください。場合によっては20万30万変わってきます。なので積極的に弱点撃破を狙っていくっていうのが重要でしたね。あえて相手の弱点撃破を狙うために少しターンを遅らせるっていうことも大事になってきたりもしました。ただそれをするとラウンドの消費が激しいので、やっぱ主人公がいるいないではかなり差が出てくるかなっていうところです。続いて2つ目、ブローニャで回転率を上げる必要があるというところです。乱波に関しては EP 回復面がかなり厳しいところがあります。これに関しては最適編成揃えていてもですね。なので、ブローニャを活用して行動順を上げていく必要があるというところです。単純に攻撃回数を増やせば EP 回復する機会がありますからね。そういった面ではとても重宝します。また、弱点撃破中に強化攻撃を3ターン当てないと火力が出せないというところもありますので、無理やり相手の撃破中にブローニャで行動順を上げて乱波で攻撃するっていうタイミングを作れるっていうのがいいところです。ただこれに関しては先ほど話したチャージが活かせないっていうところがありますので、扱いとしてはかなり難しいところかなっていうところです。続いて3つ目、攻撃手段は乱波の必殺技に依存するっていうところです。今回の編成に関してですが、最適を組ませようと思った場合、サポーターばかりになるんですよね。攻撃しながらサポートもできるキャラっていうと、そういったところでは主人公がやっぱ一番良かったんですよね。ですが今回のメンバーではそういうのができません。衝撃波がない状態でダメージを出そうとした場合はサポーターの割合が多くなります。そのため火力は乱波に任せる状態になることが多いですね。しかも味方の人生削りの効率によってはチャージ獲得効率が大きく変わりますので、その点も注意が必要です。こういったところが重なってなかなかチャージもたまらずダメージが出しづらいっていうことがありました。どんなタイミングで弱点撃破をするのかによってダメージが左右してましたので、手動で狙っていくというのも非常に大事なキャラになってましたね。それでは主人公なしの場合のビカキンキャラの編成に関してまとめていきたいと思います。主人公がいない場合、活用しない場合っていうのは、とにかく乱波の行動数を上げるのが大事になってきます。そのため味方には行動順アップは欲しい要素というところになりますね。それか人生削り要因も欲しくなります。
この弱点であればギャラガーでどうにかなるっていうところもありますが、なかなか足りないなっていうところがありますね。主人公がいないだけで効率は半減するので、かなり扱いが難しかったなと思います。なので他のところで調和主人公だったり孫悟主人公を使うっていうよりかは、ナンハと合わせるのが一番いいのかなと思います。特にリカキンの場合はこのあたりは注意しておいた方がいいところかなと思いますね。それでは続いてエンドコンテンツについて話していきたいと思います。まあ、どれくらいクリアができるのかっていうところですね。まあ、途中いろいろ話してましたが、それもまとめて話していきたいと思います。今回のエンドコンテンツのチャレンジメンバーとしては、ランハ、調和主人公、ウローニャ、ギャラガーとなっています。では一つずつ話していきたいと思います。まず裏庭について、こちらに関しては12の前半で5ラウンドくらいでクリアっていうところでした。で、調和主人公がいた場合なんですが、クリア自体は可能でしたね。まあ5ラウンドだったら9大点っていうところかなと思います。特に使ってて感じたのは、ランハの火力とランハ以外でダメージや弱点撃破をすることで効率がかなり変わったなっていうところでしたね。12の前半に関しては素数と炎弱点となってましたので、その点も相性が良かったのかなと思います。ただチャージをいつ貯めていつ攻撃するかっていうのがすごくバランスが難しかったなと思うので、まあ大体5ラウンドくらいを目安としておくといいのかなと思います。続いて虚構女児に関してです。虚構女児に関しては正直厳しいかなっていうところになりました。まあこれに関しては最高難度の後半をやってみたんですけど、なかなか厳しかったですね。で、美化金編成でやってみたんですけど、火力と攻撃頻度の不足によりなかなか厳しい結果かなとなりました。これ最適編成だと満点余裕で取れるんですけど、やっぱその要素が一人でもいなくなったら難しかったですね。特に後半の場合なんですが、2万ぐらいの達成っていうところで終わりましたよね。なので前半でも2万取れてれば、まあ4万点取れるぐらいっていうところになります。なのでそこまでなんか高い数字が出せるっていうわけではなかったですね。またこの原因についてですが、敵の耐久が高くなってるっていうのがありますので、そこでつまずくという感じでしたね。どうしても火力が出し切れないとか安定しないっていうところでした。それでは続いて松見に関してです。松見の場合は1200程度のクリアラインということですね。こちらも後半で試してみたんですが、クリアできた数字としては1200弱というところでしたね。しっかりと弱点をついていけばクリア自体は可能というところでした。特に気になる要素っていうのはなかったですね。戦闘中の苦しさに関してもそこまで感じず、どちらかというとタイミングが難しいという感じでした。敵を一気に弱点撃破をどんどんしていかないといけないっていうのがありますので、周りの花を潰した後にいかにボスを潰せるかっていう、このタイミング次第ではもっと早くなるのかもしれないですし、遅くなるっていうところでしたね。ただだいたい1200ぐらいをラインにしておくといいのかなというところです。なので前半で高い数値を出せるのであれば、後半1200は確保できるっていうところになります。エンドコンテンツに関しては、まあ大体どれも使えるかなっていうところなんですけど、虚構女児に関しては適正キャラが揃ってるかどうかで大きく変わるっていうところでした。いかに弱点撃破ができるかが重要となりますので、やっぱ最適がいるかどうかで大きく変わりそうですね。それでは最後です。動画のまとめに行きたいなと思います。ではまず3つのポイントで話をしていきたいと思います。まず1つ目、ランハを美化金編成で使うなら調和主人公は必須というとこですね。これは本当必須だなと思いました。まあ、火力を出すには必要最低限撃破得を上げることが可能で、さらにサブアタッカーとしてチャージ効率に貢献できるっていうのが重要となります。この枠っていうのが意外と大事なんですよね。なのでそれが生み出せる調和主人公は必須級に入れておきたいというところになります。いるいないで半減すると思ってもらうといいのかなと思います。続いて2つ目、ナンハの超撃破以外の運用に関してはかなり厳しいっていうところです。特に美化金だと難しいなと思いますね。で、こちらに関しては会心ビルドも悪くないのかなと思います。ただこれ試してないのでなかなか難しい判断なんですが、まあそれでも撃破依存の性能なので超撃破以外は正直厳しいかなと思います。撃破型のダメージはどうやっても超えれないと思いますね。特に高難度だと火力不足を痛感する部分となりますので、超撃破以外はあまり使わない方がいいのかなっていうところです。続いて3つ目です。ランハに関してはウローニャが意外と相性が良かったっていうところですね。ランハの行動回数アップにより必殺技をうまく回すことが可能となるからです。ほんと効率が上がったなと思いますね。しかも弱点撃破中に強化攻撃を当てきれる可能性が上がるのも嬉しい要素というところです。うまいこと敵の数が多かったりすると全体で削りながら弱点撃破しつつチャージも消費するってことができますので、ダメージを稼ぎやすいっていうのがありますね。そういった点ではとても相性がいいのかなと思います。
ただ SP 消費がめちゃくちゃ激しいっていうところがありますので、このあたりは順番を見て調整をしていくっていうのが大事になるかと思います。以上で7班の美課金運用については終わりとなります。ではせっかくなので最適キャラ採用でどういった変化が起きるのかっていうのも補足として話していきたいと思います。最適キャラの採用で出てくるのはレイサとルアンですね。まずレイサから話をしていきたいと思います。レイサを入れることによって起きる変化としては、回復頻度が高く安定感がアップするっていうところです。これはギャラガーと大きな違いですね。まずレイサに関してですが、緊急回復がありますので安定感がめちゃくちゃ変わります。ギャラガーっていう必殺技のタイミングが重要になるので、いつ打つのかっていうタイミングを見るんですよね。それを見なくてよくなるって考えると、レイサの緊急回復っていうのは非常に強いのかなと思います。また必殺技からの連続回復が強いですね。どんな状況でもある程度回復できますので、体勢を整える上ではかなり強いと思います。さらに炎弱点の場合、この連続回復と合わせて攻撃もしていますので、弱点撃破ができればチャージのストックもできるっていうところで、何波とも相性がいいっていうところになります。攻撃面回復面両方ともギャラガエルが上っていうのはもちろんなんですが、生存の安定感が全然違うってとこですね。ギャラガーをレイサに変えるだけでも大きく変化があるのかなと思います。デバフもつくのでダメージはちょっと上がりますしね。続いてルアンについてです。ルアンに関してはランハの火力アップと弱点撃破の機会がアップするっていうとこです。まず一番重要なところとして、敵の弱点撃破ができる回数が上がるのがいいとこですよね。弱点撃破効率プラス 50% やっぱでかいですね。あるとないとでは全く効率は変わりました。ターンの短縮、ラウンドの短縮になるので、ここはやっぱ強いなと思いますね。またスキルや必殺技を使うだけでデバフとバフで超撃破の火力を伸ばすことができますので、味方のサポートしながら動くっていう意味ではやはりルアンは最適かなと思います。ブローニャとまた違った良さっていうところですね。ブローニャはどんどん行動してもらってダメージを出すっていうところですが、ルアンの場合はうまいことデバフをつけて火力を出してもらうっていうところになります。どちらともいい要素があるので使い勝手次第かなと思うんですが、ルアンの方がランハのチャージのバランスと相性がいいように感じました。そういった意味ではやっぱルアンの方がちょっと軍配上がるなと思いますね。まあ、最適キャラ入れてしまえばもう話が元も子もなくなるんですけど、今から始めるキャラとか揃えていこうと思った場合はどういった使い方をするのかとか、あとは何が足りないっていうところで、この2人の採用の仕方を考えてもらえるといいのかなと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。